無益な血は流れ、この機を逃すな、畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。派手に決めるとしようか。滅する。守ってもらってばかりじゃダメ。無益な血は避けて通れぬなら斬る。もう少し進んでおきたいところだが。疲れが溜まっているようだな。お前が倒れては元も子もない。あまり無理はせぬことだ。周りに気を使わせるようではな。すまないが後のことを頼んでもいいか。工事を心配するならばその先のことを心配しろ。今日は早々に休み、明日に備えろ。ラディウス、どこに行くんだ。せっかく誘いに来たってのに俺に黙って抜け駆けしようってか。息抜きをするなとは言わん。だがほどほどにしておけ。特にラディウスを誘うときはな。今日はもう休ませる。誘うならまた今度にしろ。遊ぶ前から疲れてたんじゃな。楽しめないのに無理やり誘ってもなんだし、ま、今日のところはおとなしく引き下がりますか。そういうことならしゃあないわな。せっかくの機会だ。可愛い子ちゃんに添い寝してもらいな。それで疲れが取れるのはウィンフィールドぐらいのものだろう。そりゃもう効果てきめん、一発で全開よ。なんでバシタールの旦那も一緒にどうだい。遠慮しておく。俺にはラディウスの代わりにせねばならぬことがある。たく、相変わらずお堅いね。しゃあない、ゼルバでも誘うか。じゃあな、お二人さん。ほどほどにしておけよ。宿はここか。あれほど贅沢はするなと言っておいたのにな。あら、ラディウスじゃない。こんな早い時間からもう休むつもり？本当に真面目なんだから。他には誰もいないみたいだし、たまには気晴らしも必要よね。シェルファニール？こんな時間から宿で休むはずないわよね。妙な胸騒ぎがする。様子を見に行った方がいいかもしれないわね。ふぅ、ショーとしては失格だな。こんな詰めすぎも良くないということか。誰だ？わたくし。入ってもいいかしら。シェルファニールか。構わないが、一体何の用だ？お邪魔するわね。用というほどのことでもないけれど、こんな時間から宿に戻るなんてどうしたのかと気になって様子を見にね。どうということはない。少し疲れが出たみたいだ。まだまだ修行が足りないということだろう。これまで倒れずにいたのが不思議なくらいですもの。無理もないわ。だとすると私お邪魔よね。すぐに寝つけるわけでもないし、話くらいなら聞ける。用があるなら話してくれ。用というほどのことも。そうだ、だいぶ疲れているみたいだし、マッサージはいかがかしら。マッサージか。
たまにはいいかもしれないな。シェルファニールさえ良ければぜひ頼む。じゃあベッドに横になってもらおうかしら。お姉さんが優しくほぐしてあげる。どこに行ったの？あんな格好で歩き回るなんて、ほんと何を考えてるのかしら。ああ、ここをこんなに固くして、もうこんなになるまで我慢するなんて。そこはちょっと待っ、な何をしているんだ。これはラディウスの喘ぎ声なのか。なぜあんなに気持ちよさそうに。ラディウス、ちょっと何してるのよ。あら、バレリアちゃん、どうしたの。そんなに怖い顔しちゃって、せっかくの可愛い顔が台無しよ。それでマッサージをしてもらってたんだ。分かったか。仮にそうだとしてもよ、部屋に二人きりでいるなんて。二人きりでいたからどうだと言うんだ。マッサージをしてもらっていただけだし、部屋で話をするのも普通だろう。バレリアちゃん、もしかして盗み聞きしてたのかしら。盗み聞きなんてするわけないでしょ。部屋の外にまで、声が聞こえてきただけよ。はいはい、分かったから、もう少しだけ静かにしてもらえる。周りにも迷惑がかかるし、それにラディウスは疲れているのよ。ゆっくり休ませてあげないと。あ、見た目だけじゃよくわからないわよね。そんなこと気づいていたに決まってるでしょ。私とラディウスはいつからの付き合いだと思っているの。貴様こそなんだ、コソコソとラディウスに近づいて何が狙いなんだ。抜け駆けしているつもりなんてないけれど、ただそうね、幼なじみではないので、それなりにしないとね。ふざけるな、何を企んでいる。企むなんて人聞きの悪い。少しでも親密な関係になろうと努力しているだけじゃない。ラディウスのことであれば私が教えてやろう。くだらない努力をするくらいなら、少しはラディウスの役に立ったらどうだ。だからこうして疲れを癒す手伝いをしていたのでしょ。それにせっかくだから、本人から直接話を聞いた方がより詳しく知ることができるし。ならば無駄な努力でもすることだ。後で後悔しても知らないわよ。大人の女性の魅力というのは、それだけで大きな武器になるのよ。何よその言い方。私が子供だっていうの？そういうところが気に入らないのよ。ラディウス、あなたはどうなの？媚びを売る人は嫌いだったわよね。すまないが、話し合うなら他のところでしてくれないか。あ、そうね、やはり疲れを取るには寝るのが一番ですものね。それではこうしましょう。私たちの話はひとまず置いておき、ラディウスが寝入るまで私たち二人でマッサージをするというのはどう。そうね、いいわ、二人でやりましょう。そういうことだから、ゆっくりと心ゆくまで休んじゃってね。寝顔だけはほんと昔から変わらないわね。
可愛い寝顔。普段あれだけ勇ましいのに、守ってあげたいって思わせるところがない？あなたのことが本当に羨ましい。今日のことはこの寝顔に免じて何も言わないでおくわ。ありがとう。でも簡単に諦めたりはしないわよ。私だってそのつもりだから。今日のところはこの辺にしておきましょう。無益な血は流し、この木を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。守ってもらってばかりじゃダメ。まかり通。この機を逃すな。畳みかけるぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。サクッと終わらせるか。あの、ごめんなさい。まかり通。この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。派手に決めるとしようか。私にだってできるんだから。俺の出番。この機を逃すな。畳みかけるぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。
敵を包囲し殲滅する。行くぞ。私の番ね。この機を逃すな。畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。どうする。避けて通れぬなら。そんな。切る。いやあ。滅する。反乱軍と伺っていたので本当は少し怖かったんですけど、皆さん良い方々で怖がっていた自分が恥ずかしいです。みんなやりたくて反乱を起こそうとしているわけじゃないもの。追い詰められて仕方なく戦うだけ。ほとんどが善良な人たちなのよ。彼らと私たちの目的は同じ。話せば理解してもらえるわ。でもこれだけ簡単に信用してもらえるとは思わなかったわ。私だけだったら絶対に信用してもらえなかったでしょうね。ラディウスがいてくれたおかげよ。あれだけの前歴があるからな。そりゃ信用したくもなるだろう。話によるとネイバジュリンにも反乱軍の組織があるらしい。ここの人たちと知り合いなの？いや、話に出る程度のものでつながりはない。だから俺たちが行って話をつける。ここの軍は連れてはいかぬのだろうな。一緒に行動すれば矢でも目につく。それよりも残ってもらい、できる限り賛同する者を集めてもらう。それじゃあ私はグルグンドに連絡しておくわ。ちょっと待って、それってどういう話？は最後まで聞いてちょうだい。多くはないけど、あそこにも私の自由にできる兵が残っているわ。それにハイクザット様とメッシーナ様は私たちの味方よ。連絡を取ることさえできれば中央議会を抑えた後混乱せずに済むわ。連絡を取ることは可能なのか？ええ、フリュムダリルへ行く前に手はずしておいたから、すぐにでも連絡を取れるわ。そっちは頼めるか？任せて。みんな疲れているところをすまない。荷物をまとめてくれ。これからネイバージュリンへ向かう。我が輩にはとてもありがたい申し出だと言わねばなりません。こうして木に囲まれた暮らしはやはりリュレントの得意とするところですから、だからこそ張り切って参らねばなりません。アルボルにとっては吉報でも、俺たちには強報だな。こりゃしゃあない。しばらくは働き者のふりでもしておきますか。そんな嘘よね。